こんにちは、メンズの松です。はい、松の食ラジ第47回の収録でございます。はい、早速ですね、今回の食材ではないんですけど飲み物をまず紹介したいなと思うんですけれども、皆さんですね、コンビニだったりスーパーとか行って、まあご自宅の方でね、まあお茶とか作られて、もうお茶って言っちゃったんですけど、お茶なんですけど、まあコンビニスーパーとかで結構いろんなお茶って売ってるじゃないですか。麦茶、緑茶とかいろんなお茶売ってると思うんですけど、僕はですね、その中でもいつもこう買ってしまうお茶っていうのがありまして、それがですね、伊右衛門なんですね。伊右衛門、まあこれで多分皆さんわかると思うんですけど、僕伊右衛門が一番大好きで、もう基本買うってなったら伊右衛門ばっかり購入してるんですよ。まあどうしても伊右衛門がなかったりすると他のメーカーさん買ったりすることもあるんですけど、基本的にはもう伊右衛門を購入してるんですね。でもその最近はやっぱりこう家でお茶を作ったりすることが多くなって、お茶を買うことがなかったんですけれども、まあでも久しぶりにちょっと、まあ、食ラジでちょっと飲もうかなと思って、今回はわざわざ伊右衛門を買いに行きました。はい、ということでちょっと伊右衛門をね飲みますね。美味しい。なんか久しぶりに飲んだんですよ、正直。もう1ヶ月、2ヶ月、多分3ヶ月ぶりぐらいかな。それぐらいに、前に飲んだ以降飲んでなかったんですけど、やっぱり好きですね。このちょっと濃い感じ、お茶っ葉の味がするお茶がすごい好きで、僕家で立ててるのはすごい薄い、なんかほんまに家庭のって感じの味なんですけど、僕本当に伊右衛門のこの濃い感じとか味とか、もう本当に出た時からずっと好きで、もういつぐらいに出たんかちょっと正直覚えてないんですけど、本当に大好きなお茶ですね。まあ皆さんもね、結構いろんな好きなお茶とかあると思うんですけれども、まあなかなかね見ないお茶を飲んでる方とかいたりとか、それこそお茶っ葉をわざわざこだわって購入して買ってる方もいらっしゃるでしょうから、もし何かおすすめのものがあればまた教えてください。はい、ということで今回はこのね、伊右衛門相棒に、トレーバーの方に移っていきたいなと思います。はい、ということで、松の食ラジ第47回スタートでございます。好きな食べ物はうまいもの全部、まあみんな一緒だよね。松の食ラジ、はい、早速ね、テーマの方に移りたいなと思うんですけれども、ですね、今回はですね、まあ自粛期間っていうものが、まあ延長されましたよね。緊急事態宣言が延長されて、僕は関西、しかも大阪なので、まあ伸びましたし、まあ東京も伸びてる方が多いと思いますし、それこそまあ時短営業とかね、緩和された場所でも時短営業とか、なってるかなとは思うんですけれども、まあそれでもね、テレワークが推奨されていたりとか、する企業も多いと思うので、まあ、自宅におる時間っていうのが多くなると思うんですね。で、皆さんやっぱ自宅大好きじゃないですか。やっぱ家好きじゃないですか。家の空間っていうのはやっぱ心置きなく過ごせますし、ね、なんか仕事のこと忘れられるっていう方もいらっしゃるでしょうしね。憩いの場やと思うんですけども、その憩いの場でどうやって過ごすか、どうやって楽しく過ごすかって結構皆さん考えるところだと思うんですよ。まあ趣味の時間とか、なんかもしかしたら外出するのが好きな方とか、散歩するのが好きって方、まあいろいろ方、いろんな方いらっしゃると思うんですけど、僕はまあ普段からサッカーが好きだったりとか、まあアニメ見たりとか、漫画買いに行ったりとか、基本的にはもうここがベースにはなってくるんですけど、久しぶりにですね、ちょっとテーマで扱いたいなと思ってるのがドラマなんですけれども、僕ね、久しぶりにドラマを見たんですよ。Amazon プライムさん、Netflix さんも僕両方入ってるんですけれども、Amazon プライムさんの方で、有村架純さんが出られてる、中学生日記っていうドラマを僕久しぶりに見たんですね。で、僕、当時このドラマが放送されていた時に、実はちょっとハマってて、ただその連ドラじゃないですか、1週間に1回じゃないですか、僕1週間に1回ドラマ見るっていうのがあんまりなんかこういいというか得意っていうかちょっと苦手で、なんか 2,3 話まとめて 2,3 週間分取りだめたものをまとめて1回もうパンって見るみたいな感じで
ドラマ見てたんですけれども、そのドラマが Amazon プライムさんの方であって、うわ懐かしいと思って、ちょっと久しぶりに見ようと思って休みの日に一気に全部見ちゃったんですけど、やっぱ面白いですねドラマね。それこそ僕その中学生日記をはじめ、他にも僕好きな作品があるんですけど、他の好きな作品で言うと、江口洋介さんが出られてるあのね、ディナーっていうドラマがあったんですけど、そちらの方と堺雅人さんと、新垣結衣さんが出られてるリーガルハイ、僕この辺はすごく大好きでして、中学生日記で言えば、そのさっき言ったね、新垣結衣さんが出られ、新垣結衣さんじゃない、有村架純さんですね。ごめんなさい。有村架純さんが出られてて、中学生と教師の淡くてちょっとこう危険な恋みたいな話なんですけど、結構こう危なっかしい中で、やっぱこう世間とどう向き合っていくのかとか、社会にどう向き合っていくのかみたいな、ちょっとこう、ね、なかなかこう思い通りにはいかないような、ちょっとね、考えさせられるようなドラマなんですけれども、まあすごく素敵なドラマで、ごめんなさい、俳優さんの名前忘れたんですけど、役柄の名前覚えてるんですよ。黒岩明くんっていう名前は覚えてるんですけど、その男の子の、その演技もすごくて面白い、素敵で、なんかすごいお似合いなんですよね。だからなんかこう、どうしてもやっぱりドラマ見るときって、まあ、演技力とか見るじゃないですか。でもこうそこでなんかやっぱりこうあんまりなんかこう演技とかドラマに集中できなかったりすると、やっぱりこうね、なんか俳優さんとか女優さんとかのその演技力っていうところにこう目がいってしまうこともあるとは思うんですけど、もうそういうのは全く気にならないんでね、やっぱテレビに出られたりドラマに出演されてる俳優さん女優さんという方は。でこのドラマもやっぱすごく面白くて、恋愛ドラマとかね、ちょっとこうなんていう、好き嫌いチュッチューみたいなドラマではなくて、なんかこうちょっと難しい恋を扱ったような、こう社会に向き合いながらこの危険な恋にどう向き合っていくのかみたいな話が好きな人は多分合うと思います。それぐらい面白いんで、で、後でちょっとまあリーガルハイも僕見ようかなと思ってるんですけど、リーガルハイに関しては僕当時もうめちゃめちゃハマって、坂井松さんが演じられてるコミカドケンスケっていう、弁護士のそのセリフとかこうキャラクター性とかがすごく大好きで、こう言うこともやっぱり理にかなってるんですよね。なんかこう圧倒的なこう個性っていうか、でそこになんかこう真面目な新垣結衣さんっていう役柄の、マチコちゃんやったかな、その子がどうなんかその人からいろんなことを学びつつなんかこうコメディも入りつつみたいなドラマで、もう本当に面白くて、で結構ね、それこそすぐ見れたりしますし、僕ね一番好きやったのがそれこそちょっと前のショクラジの方でもいじめの話をちょっとさせていただいたんですけど、北海道の話のさせていただいた時に、その中でリーガルハイっていうドラマの坂井正さんが演じられてるキャラクターの方がこうどういった話をされてたのかっていうのを話させていただいてるんですけれども、もうそういったことをやっぱこうドラマが終わってもそのセリフって覚えてたり、あそれって確かにそうやなとか、ああそうやわってやっぱ残ってるんですよね。やっぱそれってやっぱ演技をされてる方のその演技力も含め、やっぱその演出家の方とか、なんかそういった方々の力がやっぱりすごくて、僕こう一般のこう僕とかにもやっぱ響いてて、その脳裏に焼き付いてるっていうことなんで本当にすごいなと思うんですけれども、どうなんですかね、皆さんリーガルハイとか見られてました？本当に面白いドラマですし、それこそ坂井雅人さん好きやったら絶対まあ見られてるとは思うんですけど、結構コメディーは入りつつなんですけど、本当に弁護士の面白い素敵な作品なので、特にね僕はコミカドケンスケが大好きなので、そのキャラクター性に注目して見てもらいたいなと思うんですけども、なんか欲望に素直なとこもいいですね。なんか僕一番好きなのが彼すごいお金持ってるんですけど、で航空機とか買うんですけど高所恐怖症で乗れないっていう性格
ここはもうなんか最高にいいなっていう感じでずっと見てたんですけど、で、最後にそのディナーっていうドラマなんですけど、僕江口洋介さんが僕中学生高校生の頃の憧れの俳優さんやったんですよ。今も大好きなんですけれども、当時学生時代の頃は江口洋介さん僕待ち受けにしていて、わ、こんな素敵な大人になりたいって思ってたんですよ。こう男から見てなんか色気も持っててかっこいいし、なんかあ素敵やって、なんか男から見て恋してしまうような本当に素敵な男性やなんですよね。多分皆さんもね、江口洋介さんもしご存知なかったら見ていただきたいんですけども、本当に素敵な方で、ディナー以外のドラマももちろん見させてはいただいてるんですけども、そのディナーっていうドラマでその江口洋介さんがちょっとこうなんていうんですかね、ちょっとキャッチーっちゃキャッチーで、ちょっと気難しいっちゃ気難しいんですけど、ちょっとこうなんかすごいなんか面白みのあるキャラクターを演じられてて、でそのディナーっていうドラマに関してはディナーってまあ夕食って意味なんですけど、まあ、この言わなくてもわかるかな、レストランの話なんですよ。昔すごい有名やったレストランがそのオーナーシェフがいなくなって、こうどん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 こう評価を落としていってる中に、その江口洋介さんっていう、もうすごい料理、すごい料理のところから出てきた日本人の方がなんかこう店長としてやってくるみたいな、でどう店が変わっていくのかみたいな話なんですけど、こう葛藤があったりちょっとこう次元もあったりとか、本当にこう面白いドラマで、全12、3話やったと思うんですけど、ぜひね、それこそ料理のドラマが好きやったりとか、江口洋介さんも倉科カナさんもすごいね、お綺麗な方ですし、面白いドラマなんで、もう料理が好きな方はぜひちょっと見てほしいなとは思います。僕当時料理もちょっとできはしないですけど、あんまり。ちょっとハマってたりしてたんで、それもあって余計ハマってたんですけども、僕個人として一番注目してほしいなって思うのは、江口洋介さんもそうなんですけれども、ユースケ・サンタマリアさんが出られてまして、で、その方の、こう、なんていうんですかね、なんか大人な対応がすごいんですよね、そのドラマの役柄の中でなんですけど、もう本当に素敵な男性なんで、モテるやろな、みたいな役柄なんですけど、もうぜひちょっと注目して見てもらえたらなと思っております。はい。でね、今こう3つ紹介させていただいたんですけど、もうそれこそ昔で言えばね、花より団子とか、何でしたっけ、失恋ショコラティやったかな、ちょっと今名前が出てくるドラマしか言えないんですけど、あと、半沢直樹とかね、結構いろんな有名なドラマとか結構あるんで、まあもし見られてない作品とかね、もし時間がある方は見てほしいですし、逆にちょっとこのドラマ面白かったよみたいなものがあれば、ちょっとコメント欄とかでいただけたら、ぜひちょっと見させていただけたらなとは思っております。はい、ということで今回の松野ショコラジ第47回はここまででございます。ご視聴ありがとうございました。